吉澤ひとみのトレンドプラスヨッシーナビ、 MC の吉澤ひとみです。イエーイ。一緒に番組を盛り上げてくれるのがこちらの3名です。イエーイ、お願いします。はい、オッケー。今回のね特集コーナーではですね、はい、芸術の秋と題しまして、なんと、うん、スプレーアートをご紹介します。スプレーアート、はい、ということで、はい、今回は誰が取材に行ってきたのかな。はい、はい、僕たちが取材に行ってまいりました。はい、こういう番組でしたっけ。そういう番組です。調査隊みたいな。はい、今回は僕たちがスプレーアート行ってきました、はい、見てください周り、こちらがスプレーアートでございます。スプレーアート、はい、スプレーでかっこいいでしょ。これスプレーなの。そうなんですよ。この繊細なまでのタッチをスプレーで描くことができるんですよ、うん、あのスプレーで。これはちょっとだってスプレーってさ、ビュッてやったら、はい、バッていくじゃん、うん、はい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 、そうなんですよ。なんでビュッてやったらバッていくのに、はい、うん、細かい作業ができるんですか。そうですよね、それは僕も分かりません。あれ行ったんじゃないですか。見てきたんでしょ。見てきましたけど、そこはその技術があるんですよ。いろいろ教えてもらえますね。すごいですよ。お二人本当にびっくりすると思いますんで、はい、分かります、はい、今日はですね、二人の目の前でスプレーアート見せちゃいます。そうです、すごい、はい、すごいね、そちらもお楽しみに、はい、びっくりさせてもらいます。いや、待ってください、はい、そして今気になるものを紹介するよ。 C プラスでは宴会やパーティーで人気者になれるあるグッズをご紹介します。それではよっしーナビ始まります。ここからは特集コーナートレンドプラスです。今回は芸術の秋と題しまして、スプレーアートをご紹介しています。はい、日本でスプレーアート第一人者であります吉さんにお越しいただきました。どうぞ。よっしゃ、こんにちは、吉さん、お願いします。スプレーアートアーティスト、ヨッシーさん。スプレー缶を自由自在に操り、幻想的な世界を創造する日本初のスプレーアートの伝道者。僕はもう吉さんのね、うん、この技術をもうお二人に、そして皆さんに見せたいでございます。お楽しみ。ということで早速吉さんやってもらっていいですか。はい、お願いします。お願いします。始まった。早いですよ、はい、見逃さないでください。手間ですからね。はい。おお、最短。おお、手間ですからね。これは焼きそばを作っている。違いますよ。縁日じゃありません。プレイアートです。何したんですか。これテクニックがあるんですよ。はい、すごいね、髪丸めたよね今ね。来た来た、はい、これヨシピックって技です。ヨシピックって技。おーできちゃう、できちゃう。うわお、はい、よし、ピック。すっげえ。おお、何ですか。おお、おお、何ですか。
びっくりしました。何回言うの。びっくり。これをもうなんかびょこびょこってやっただけでこうなるんですよ。はい、その模様とかがそういうテクニックで使えるんですよね。これ、はい、これ武器に。武器ですね。そうですよ。普段普通の人だったらもう捨ててしまう雑誌を使うという。だってもうスプレーとかも日本持ちで、うん、もうあんま見ないでもやってましたよ。はい。失礼になると思う。そういうのもできるんですよ。すごい。ねえ。実際吉さんあれですか、もともとこれ絵描いてたんですか、なんか上手かったんですか。全然あの高校の授業以来やってなかったですね。絵、はい、のセンスはそんなに。いやもう才能ないと思います僕も今も。これからって才能ないってこれだっていろいろこう上から足していくわけじゃないですか、はいはい、だからイメージできてないと、うんうん、そうですね、初めからイメージしたものを描くっていうパターンと、うん、あと何もイメージしないで描くっていうパターンがあります。そもそもなんでスプレーアートを始めようと思ったんですか。たまたまあのパソコンでネットであの海外の動画サイトでちょっとクリックしてたら、そのアメリカ人がこのスプレーアートをやってる動画をたまたま見つけたんです、はいはい、それが一番初めのきっかけで、その動画の投稿主にメールしたんですよ、はい、そしたらこう帰ってきて、それでどういうスプレー使ったらいいんですかとか、いろいろテクニック聞いたんですよね。それで試行錯誤でこうなっていったっていう感じです。じゃあもう2年前から始めたってことですか、はい、そうです。それでこの作品、はい、すごいですね。僕がお笑い始めた理由と全く一緒ですよ。あ、そうですか。本当ですか。嘘つけ。さあ、ということで後半のトレンドプラスでは吉さんのスプレーアート教室に上場軍団の2人が弟子入りします。引き続き吉井ナビをご覧ください。マリモのビートおー